分譲平屋、霧島市隼人町住吉。木造平屋 3LDK プラスウォークインクローゼットの住まい、ニューイングホームの平屋をご紹介します。木造コロニアル、バルバリウム鋼板吹き2階建て、敷地面積 58.24 坪、信床面積 35.10 坪、普通車2台を並べて駐車可能。軒のある玄関ポーチが快適なエントランス。郵便受けもスタイリッシュにビルトイン。玄関 1.75 平方メートル、ホール 1.75 平方メートル。土間が収納につながっています。床がタイル仕上げの土間収納 2.73 平方メートル。可動式の靴棚で水分にも高い耐久性があります。ガラス部で気配がわかる扉でリビングへ。自然光でも明るい玄関。 LDK 28.16 平方メートル。クロスのカラーリングでナチュラルな印象。テレビボードは配線もすっきり収まるボードです。間接照明でおしゃれ。勾配天井でゆとりのあるリビング。勾配が自然な角度で柔らかい雰囲気です。リビングエアコンを備えています。キッチンからリビングを見渡せます。ウッドテイストでナチュラルキッチン。タカラスタンダードオフェリアです。丈夫で長持ちなアクリル人工大理石のトップ。背後から自然光を取り入れています。収納力もたっぷりですっきり片付きます。トップが広くて家事も楽々。IH コンロでお掃除も楽です。油跳ねにも配慮しています。間口 45cm の食洗機も備えます。キッチン横にパントリー。短い動線。リビングから中が見えないを両立しています。パントリー 3.32 平方メートル。ゆったりした家事空間の平屋です。キッチン横の廊下。勾配天井で天窓があります。自然光を奥へ届ける平屋の工夫。
脱衣室 3.32 平方メートル。システムバス、タカラスタンダード、リラクシア。浴室乾燥暖房機付きです。洗面台、タカラスタンダード、エリシオ。水はねを気にせず使えるよう、壁面にはパネル。脱衣室からすぐの位置にウォークインクローゼットを配置。ファミリークローゼット的に使える収納です。洋室 9.94 平方メートル。クローゼット 1.66 平方メートル。キッチン横にも洋室を配置しました。洋室 9.94 平方メートル。防犯と気密性を考慮した窓の配置です。クローゼット 2.49 平方メートル。この平屋は3つの洋室が同様な作り。ライフスタイルで自由に用途を選べます。玄関側にもう一つの洋室。洋室 9.94 平方メートル。クローゼット 1.66 平方メートル。屋根の形、高窓で奥の居室にも自然光が届きます。高い天井もゆとりを広げます。ゆとりがあり自由度の高い平屋。ライフスタイルの変化にも対応できる住まいです。